大きな壁面を飾るときは毎年新しく作るのは大変です。使えるものは残しておき、新しいものを加えてアレンジして使っていきます。アレンジの一例です。まずタイトルを新しく大きく書いています。アジサイは新しいものを作り足し、少し間を広げて下半分を覆うように飾っています。傷んでしまったカタツムリは作り直しています。雨粒も銀色ではなく紙テープで作っています。カタツムリの殻は子供たちが思い思いの柄を描いたものもあります。何より変わったのは先生紹介コーナーができたこと。先生の特徴、好きなものを書いてめくると顔や名前が出てくるようになっています。子どもたちはこんな仕組みが大好きです。いろいろアレンジを工夫して毎年楽しい飾りを作ってみましょう。